はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はダイソーでこちらのファイルとケースを買ってきたんですけど、シンプルすぎるので100均のアイテムで可愛くデコっていきたいと思います。ただデコっていくだけの動画なんですが、私もシンプルなものをデコりたいとか、そういう参考になれば嬉しいなと思います。では早速やっていきたいと思います。はい、まずこちらがビンゴサイズのこういうパカっていうケースですね。こちらとこっちが B5 のこういうファイリングできるものになります。すごいシンプルなものが好きな人はこのままで全然いいかなと思うんですけど、私はちょっとシンプルすぎるので可愛くしたくって、これは両方ともダイソーのものなんですが、こちらのセリアの商品で可愛くデコっていきたいと思います。こちらは以前に動画で紹介したアイテムなんですが、こっちがウォールスティッカーで、こっちが普通のシールになります。ウォールスティッカーもこっちのシールも両方とも紙素材で作られてはいないので、剥がしたりしても大丈夫かなと思います。はい、ではね、こちらでデコっていきたいと思います。中に入ってるものが全部外から見えるようにしたいっていう人とかはデコらない方がいいかなと思うんですけど、私はルーズリーフの中身を入れるか、それかレポートを入れるかにしようと思ってるんですけど、可愛くしようかなと思うのでデコります。はい、こんな感じです。まあ、中はもうデコってもいいんですけど、とりあえず表紙やっていきたいと思います。このウォールスティッカーは壁に貼るにはちょっと小さいかなっていう感じなので、ノートとかそういうのデコったりするのにはすごい向いてる商品なのかなと思います。はい、でこちらが四角形のもので、四角形のものをポンポン貼ってっても可愛いんですけど、私は今回このバスをねちょっと貼ろうかなと思います。これを貼った方がいいのかね。はい、こんな感じです。なんかあんまり分かりにくいけど、はい、こちらそしたらバスを貼っていきます。はい、こんな感じです。これ貼るだけでもめちゃめちゃなんか変わりましたよね。すごい変わった。でもうちょっと可愛くしたいので、こっちの小さいサイズをちょっと貼っていこうかなと思います。こっちだと大きすぎるけど、でもちょっともうちょっと貼りたいので、ここら辺のものをやっていきます。これも1枚100円なんですよ。すごい安くないですか。すごい、このクオリティで100円は本当にありがたい。こちらはこの部分がすごいクリアで、例えばプリクラをこれに貼ってこうやって貼るとこの部分が透けるので、これ前にも動画で言ったんですけど、好きなアーティストの写真とかを切り抜いて上から貼ったりすればなんかインスタっぽくなるし、すごい可愛いのでおすすめなシールですね。こちらはこのハートすごいちっちゃい、こういうハートとかライクとかちっちゃいのを貼っていこうかなと思います。これが可愛いかな、やっぱりなんかこういう感じとか、やっぱハートとかが可愛いんですかね。これこれの実際のハートよりも本当にもっとちっちゃい、周りがこう印刷されてるだけで実際本当こんなちっちゃいです。どうしようかな。はい、こんな感じでデコりました。実際めちゃめちゃ可愛いです。こちらここら辺のハート系を使っていこうかな。こっちの端にちょっとこれを貼ろうかなと思います。こんな感じで、それでちょっとこういう感じにしようかな。
と左端も可愛くしてみました。その方がなんかいいかもしれない。中はとりあえず貼らないでおこうかなと思います。でこっち今考えたらあのここポコってしてるんですよ。わかりますかね、これポコって段差があるのでこの上に貼るとちょっとボコッとしちゃうので、このゾーンじゃないところに貼るってなると真ん中しかないんですね。そう考えると、まあ、四角貼ってもいいかなって思ったので四角をちょっと貼っていきたいと思います。この四角形を貼っていきます。真ん中にポンポンポンって貼ったらちょっとバランスがあれなのでずらして貼っていきます。めっちゃ空気入った、やばい。ちょっと剥がしたら変になるので空気を逃がします。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどこんな感じです。そしたらもう一枚ここに貼ります。はい、こんな感じです。3個貼れたらバランスがなんか悪いのでここもちょっと貼っていきます。はい、こんな感じでできました。ちょっとセンス悪いかもしんないんですけどここのゾーンがボコッとしてるので真ん中を貼って可愛くしてみました。画面で見るよりも実物の方がまあいいかなっていう感じです。はい、こっちよりもねこっちの方がまあ可愛くなったかなって感じなんですけれども、こちらにねちょっとレポートを入れたりとかファイリングしていきたいと思ってます。はい、というわけで今回はねシンプルなケースを可愛くしてみたんですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。あまり参考にならなかったかもしれないんですが、シンプルなノートとかにねぜひ皆さんこのウォールスティッカー可愛いのでこうやって貼ってちょっと韓国っぽくして使ってみてはいかがでしょうか。この動画が良かったら少しでもいいなって
ってこってみたいなって思っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。これは学校に持っていくケースじゃないので自分の家に置いとくようなので、まあ、自己満でちょっとデコったりしてみたんですけれども、ちょっと気分が上がるのでいいかなと思います。